始まりました。使いたくなる今時英会話。今回のフレーズはこちら。ババン、絶好のチャンス。はい、皆さんは経験したことありますか？早っぺはありますね。はい、まあ聞かないでおきます。聞かないのかい。さて、実際に使ってみるとこんな感じでしょうか。このカメラ欲しいな。今ならなんと 50% オフ。マジで？マジで。絶好のチャンスやん。いや、絶好のチャンスでしたね。はやっぺお得意の衝動買いでしたね。いや、なんで知ってるんすか。まあね、これを英語で言うとどうなるのか見てみましょう。どうぞ。I want this camera. You can get it for half price. Are you kidding? No doubt. This is a golden opportunity. はい、絶好のチャンスはゴールデンオポチュニティでしたね。オポチュニティ自体に好機っていう意味があって、はい、そこにゴールデンがついて絶好のチャンスっていう風になるんだね。なるほど。なんかスポーツとかをしてる人やったらね、結構使うことがあるかもしれません。いいですね。はい、はい、それではもう一度復習しておきましょう。どうぞ。 I want this camera. You can get it for half price. Are you kidding? No doubt. This is a golden opportunity. いかがでしたか？ゴールデンオポチュニティ、さらっと言えたらかっこいいですよ。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。 わお。